さて、ゴティで惜しくも受賞を逃したあの作品のパロディーゲームが登場ということで、今回はスターウィールドの紹介を行います。こちらまずロゴやキービジュアルをご覧ください。なんか見たことあるような配置や色合いです。ちなみに本機はこちらです。こういう偽方から見るにちょっとおバカなゲームなのかとも思ったりもしますが、内容はかなり真面目です。一人称視点のシューティングで星を探索する RPG になっています。銃のリローディングやお酒をグイッと飲むモーションも用意されており、初めからスライディングも可能です。で、コーヒーメーカーではカップにコーヒーが注がれるアニメーションも用意されています。自動販売機で物を買えば取り出し口から出てきます。で、ターミナルもあり、そのログを確認すればストーリーを把握できます。ロックのかかった電磁キーを解くパズルもあります。で、ディスっているのかどうかはわかりませんが、本家にはない機能もついています。まずはそこらのジャンクに価値があります。何でも拾えるし、拾えば拾うほどクラフトアイテムとして使います。次に乗り物があります。バイクで広い星を瞬く間に移動できます。何も感じ取れない空間があっても安心です。で、サバイバルモードかのような要素もあります。空腹の概念があったり、ベッドで寝ないとセーブができません。で、汚染されている場所は死につながります。あとはビリヤードもできます。弾をきちんと打つ機能付きです。もうこれほどのものを本家発売後の1年以内に作ってリリースしてしまったわけです。ただのパロディにしては出来すぎです。果たしてこのゲームは本家への風刺なのか、あるいは尊敬から来ているのか、実際にプレイした様子をギュッとまとめたので、どうぞご覧ください。さあ、スターウィールド、一体どんな内容なのか始めていきましょう。モードが2つありますね。オリジナルモードにカジュアルモード。これは寝た時にセーブがなされる。こっちはいつでも行えるのかな。じゃあオリジナルで遊んでみましょうか。このゲームは果たしてネタゲーなのか、もしくは真面目なゲームなのか。これオープニングももしかして結構再現してんの。どうなんだこれ。オープニングが違いますね。どっかの星に降り立つ感じなのか。いや、わかんないな。人類が初めて他の星に到達した。それを再現してんのかもしれない。うわぁ。不時着する。うわぁ。あ、すごい。手動かすまで早かったら今ね。さあ、あたりを見渡していますが、おぉ。到達した。ここはどこなんだ。スターウィールド。ソフトランディング。画面左上がクエストかな?ニアリストステーションに到達すると。で、速攻で生きろと言われたが、フラッシュライト。X? さあ、そしてこのゲームには乗り物があるらしいですね。ここには何もないのか。あ、こんな状態で降り立ったんだ。さあ、X でライトつけました。どうだろうね。敵に感づかれやすいとかあんのかな。コントロールでしゃがむですね。ライトクリックで。ちょっとズームだね。さあ、目標は、どっちだ?ステーション。ここが明かりついてるけど?アラート。私は怪我を負っている?ちょ、読み切れないな。シフトがコントロール。で、ダッシュ?これはただの明かりのようだね。登れる。お、あっちかな?あそこなんかあるよね。これはなんだ?何かの破片か?あ、なんか卵っぽい。エイリアン?マッシュルーム。E で取れる。入手した。シフトで向かってみよう。スタミナあんのかな?画面見る感じなさそうだけど、H でなんだ?ラジオ。あー、ラジオが流れ始めた。この辺は、フォールアウトマジか。ちょっと歌が流れてまずいから、消しときましょう。こっちに道がついてる感じだね。いやー、広い惑星だ。一見何もなさそうだけど、本当に何もないのか。どこステーション?あるよ、なんかいろいろ。ここに武士があるんじゃないの?まだ武器も何もありませんからね。入れないな。入り口はどこだ?こっちか。ここら辺から入れそうな。階段もないね。開いてないよ。ああ、開いた。急に開いたよ。検知型か。さあ、グロイングビア。光ってるビールにいろいろ入手できる。ジャンクも回収できるぞ。さあ、この世界では
ジャンクはどれほど役に立つのか。ジャンクに価値がなくなってしまったね。スターフィールドとは違ってね。活用方法あるんですかね。何でも回収できる。おお。ターミナル使ったら、なんか出てきた？エナジードリンク。おお。何回使えんのこれ。あ、これで使えない。これは取れませんね。フィエル。インベントリはタブで見れる。重量あんのかな？経験値に。重量。今のところ書かれていない感じだけどね。もしかしたら無限に拾えるかもしれませんね。重量なんていう、煩わしいものはない。のかもしれない。ちょっと拾いまくろう。もう拾ってなんぼのゲームかもしれません。こっちの部屋どうだ？水があるな。お！プレート。トイレ。あ、トイレットペーパー取れますね。こんなもんかな。とりあえず拾いまくったけれど。次に向かってみようか。現在地はどこだ？現在地ここかな？こっちに行けって言われてる？あ、ハテナマークついてますね。画面中央下。西ではなくて北か。結構道中も、なんかジャンクが落ちてる感じだね。コンテナがいっぱいある。なんかこのゲームのコンセプトアート的なものを見るとね、類人猿みたいのがいるんだよね。あ、目標達成した？ここは猿の惑星かもしれませんね。I need help. 誰かいないのか？次の目標は？キッチンを調べる。とりあえずいろいろ調べると言われた。これ読めない。なんか反応あるけどね。ライトクリックで。ちょっと読めそうだね。スクロールできる？あ、すげえ、読めるよ。この状態で。おお。猫いるよ。まずは猫から調べるか。こっちか。いないな。普通にハンバーガーもあるし。なんか書かれてる。ああ、イラストだ。なかなか可愛らしいイラストですね。どこかに閉じ込む。おお！すごい。腰の入ったパンチでしたね、今ね。ああ。誰だ、あんたは。これで選択できるの。会話が。名前はユーリ。チーフエンジニア。ユーリかな。すごい。会話の感じも。スターフィールドかな？さあ。会話が進行して。ベッドから出れましたね。いろいろもらっていくか。ん？なんか聞こえたね。ピコーンってなったら、多分なんかクエストが進行してんじゃないかな。食べ物やら花やら。何でも取れる。どうした？クラフトができる。ジャンク集めれば、いろいろ作れるんじゃないか？これかな？カートリッジ。バナナ。ああ、今お金で買いましたね、多分ね。ランダムアップグレード？何がアップグレードされるんだ？お金足りませんね。コーヒーマシーン。なんかコーヒーが作れんの？これか？ん？ポローンって音がしてよ。あ、出てきた、コーヒー。すごい。これを取るには？出てきたけど取れない。ああ、さらにいいで飲んだ。おお、モーション付きだ。画面左下見ると、これ空腹ゲージとかあるかな？これコーヒー？ 10% サティエティ。ちょっと使ってみた。増えたかな？このゲージがね。食べ物は白色なのかな？もしかして。これは価値が高いの？パーマネント。お、ライフアップする？これ使って良さそうだね。ここは？ベッドか。ここで休めんのかな？このベッドが私のベッドか。ちょっと寝ましょうか。おう、一瞬だ。水が出てる。おう、水の表現も。ちゃんとしてるじゃないか。ユリのショットガンをテーブルから取る。これか。さあ、このゲームは、ショットガンオンリーとのことですね。そしてインストール。ラジオにトランスミッターをはめる。ラジオはどこだ？あ、クエスト目標書かれてますね。外かな。で、なんかお腹が今減ってますね。食べよう。結構お腹の減りが早い。まずはビール飲んで、ライフアップ。エッグ。生卵もしかし。じゃあ外に出て、インストールしてこようか。おお。この外に一体何がいるんだ？もしか何もいないのか？どうなんだ？あ、あっと！高いところから降りるとダメージ受けますね。重力が結構ある。ライフは回復してる？どうかな？じわじわ回復してますね。
これ水入って大丈夫かな、このゲーム。卵あるぞ。よし。卵回収。ちょっと入ってみようか。いきなり溺れて死ぬ可能性もあるけど。ああ、大丈夫だ。ダメだ。汚染されてる。いろんなものが混ざってる、このゲーム。ラット値が高いようだ。パルクールは、ああ、用意されてる。すごい。しっかりしてる。なんか取ったよ。トイレットペーパー？なんか経験値がアップした。また暗くなってきたね。この世界は。常に雲が漂ってるようですね。大気が汚染されていないのは何よりです。お！遅れてやってくんで。ああ、なんか来た！敵か、これは。カニ、え、なんか流れてる。ああ！おら！この野郎！うわあ！ああ！よし、倒した。ああ、レベルアップ。マキシマムヘルスに、ダメージ上がった？レベルが上がると。ダメージ上がる、このゲームは。ああ、汚染されてるカニだったようだね。で、レベルアップ。今、スーツを着てんのかな？とりあえず、倒した敵からも今、アイテムを奪いましたね。あと、このゲーム、ステルスあんのかな？で、あっという間にもう夜だね、これ。時間過ぎるの早いのかな、やっぱり。さっき寝たばかりだけれど。ここで電波を。ああ！なんだなんだこいつ、音が。やばいやばい。ああ、地雷ついてる、地雷。背中に。おら、あれ、背中打っても、バカしませんね。ふい、ああ。マジで。ああ、またベッドからか。で、今で拾ってるこれジャンク。どうやら、お金みたいな扱いになってますね、多分ね。で、先ほどのなんか、自動販売機みたいな場所。そこで作るみたいなイメージになってんのかな。お金というか、なんていうかね、材料を使って。まあ、それがクラフトである、という説明なのかもしれない。一発回収できる。リロードのモーション、結構かっこいいんだけど。あれもビールかな。光るビール。この国の特産品ですね。これか？ああ。こんな目立たない場所に。さあ、目標達成して。次はどうするんだ？また戻るのかな？お、連絡来た。誰だお前？ビクター。え？ビク、なんだお前？なんかクレイジーなやつが現れた。口を閉じたまま喋っている。あ、ユリだ。お前もそうなのか。で、マップを確認。現代地ここ、なんかドクロマークついてるね、よく見ると。これが目標達成した場所かな。あ、スライディングある。ちゃんとズサーって。結構滑るよ。めちゃめちゃ滑る。で、ここになんかお宝があるんだけど、ロックされている。どうやったら開くんだ。なんか秘密があるのか。あ、これはよく見るとなんかパズルありますね。そういうことか。あ、ここでクリックするのか。なるほどね。できた。すごい。パズルが面白い。よくできてる。これはちょっとバカゲーとかじゃないね。これはね、想像以上によくできてる作品ですね。これを取ると、コンテナを探っただけの経験値が増えるか。300。アップグレードもあるんだね。アップグレードするためには、もっとジャンクを拾いまくって、ポイントを貯める必要がありますね。あ、川だ。どうやって渡る？あそこ敵がいるな。血液の血痕とかもね、すごいね。リアル。一体どんなプロの人が作ったんだ、これ。ん？人がいるぞ、こんなとこに。おお、原住民だ。ヤーザン。ちゃんと音声もついてるけど。まあ、もしかしたら AI で作られたものかもしれませんけど。あれは、人型だ。やばい。レーダーか。宇宙レーダーがいる。強そうだな。あいつ近接っぽいけどね。銃持ってそうだな。ちょっと一回セーブしたい。ウカウカ戦いませんね。これはもうまさにサバイバルモード。フォーアウト4。手を出していいかどうかも簡単には判断できない。その緊張感がありますね。前方ある敵かな。一体ならば、ちょっかい出してみようか。来たぞ。お、人だ、普通に。このロ。お、アナリスト。これ、戦っていいのこれ。下がるだけで。ああ
頭吹き飛ばした。後ろに下がれば、ダメージを食らうことはなかった。何も持ってないよ、こいつ。弾薬一発しか持ってなかった。実は有効的だったんじゃないの、今。私が撃っちゃったけどね。なんかこちらに、訴えかけようとしていたのかもしれない。あ、コーヒーだ。ちゃんと注がれて、いっぱいになるんだな。いただこう。ふぅ。そしてこちら。あれ?骸骨がある?死んでる。誰かが。ハンマー。なんか潰されたのか?この棚に潰されて死んでしまった?寝ながら。意外と脆いのかな?この世界の住人は。骸骨がトイレに。ベセスダ芸風ですね。さあ、こちら到着しましたが。友好的な人物はいますかね?なんかのキーカードもらいましたね。お、ビール。ああ、こうやって飲むモーション付きだ。ああ、すごい。なんか遊べんのこれ。ビリヤード台で。これか?プール。F。F で。なんだこれ。ああっと。弾発射されたけど。微動だにしなかった。よ、はい、ああ、うまく飛ばない。難しいぞ。お、ほ、あれ?これ、中心を捉えないと、まっすぐ行かないんだ。ああ、棒で本当に続いてるイメージですね。申し訳ないけど。全然無理だ、これ。これがもう飛ばせんの?ああ、すげえ。すごい、凝ってる。妙なとこで凝ってる。本家のフォールアウトとかにはないぞ、こんな機能。これか。ミートザバイク。F で燃料。燃料入れた。燃料どれから入ってんだ?おお、これで運転できんの?一人称視点か。三人称にはなってくれないようだね。ライトのオンオフも可能である。確かスターフィールドのモッドにはね、なんかね、一人称視点限定でなんか、バイクに乗れるみたいな、そういうモッドありましたけどね。それと同じようなことやってんのかな。でも実際にこれ、ボディが用意されてますからね。で、次は、敵を20体倒す。どこかで。おー、バイク。はいはいはい、はい。早くね、これ。まずいな、これ。地形が。酔うぞ、これは。あ、なんだ?なんか爆発した。何起きた?なんで爆発したの、今。なんか踏んだのかな?大丈夫これ。乗っていて壊れないかな?あ、敵もいる。あ、そんなに?応戦されてる?これ、バイク乗ってる時に。敵に接触するとどうなるでしょうね。まだ爆発すんなよ。ああ、待て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 。グロイングクラブ。やばい。力でやばい。ダメ、そらないし。うわあ。あ、なんとか。いけるね。あ、なんだなんだ。さあ、本日はここまでですね。こちら現在 10% 割引の828円で売られています。まあ話題作りのネタとしても気になった方はぜひ購入して遊んでみてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。